博物館が置かれていた旧日本銀行京都支店平安博物館はかつて日本の京都市中京区に存在した私立博物館。1968年財団法人古代学協会によって開設され、1988年まで存続した京都文化博物館の前身にあたる。英称を直訳すると平安古代史博物館となる通り、 平安時代を中心とする古代史の専門博物館であった。代表的な所蔵品としては、源氏物語の最良の写本と評価されている大島本があった。1967年、財団法人古代学教会付設の研究機関として平安博物館が設立された。1968年5月、一般に公開される博物館として開館した。本館は、 旧日本銀行京都支店で1967年に古代学協会が譲渡を受けたものである。館長は歴史学者の角田文英が務めた。研究を重視する研究博物館として日本の博物館の中では異色の存在であり、専門職員に対しても通常の博物館のような学芸員ではなく、大学と同様の教授、助教授、講師、助手の職会を与えていた。 1986年4月、財団法人古代学協会は、京都府の新博物館建設計画に協力し、平安博物館の土地と建物を京都府に移管するとともに、その職員の大半を京都文化博物館の経営母体となる財団法人京都文化財団に移籍させた。1988年10月に京都府による京都文化博物館が開館し、旧 平安博物館本館は京都文化博物館別館として利用されている。1988年9月、財団法人古代学協会は平安博物館の研究部門を継承する機関として古代学研究所を京都文化博物館別館内に設立した。同研究所は2008年12月まで存続した。現在も旧平安博物館本館である。 京都文化博物館別館内には公益財団法人古代学協会の活動拠点が置かれている。平安博物館の定廃から30年目にあたる2018年7月10日から9月9日にかけて京都文化博物館において平安博物館開古展、古代学協会と角田文英の仕事が開催され、かつての平安博物館の活動が紹介された。 本館として利用された建物は、旧日本銀行京都支店であり、辰野金吾とその弟子長野宇平次が設計し、1906年に竣工した建築物である。平安博物館として利用されていた1969年3月12日、建物は重要文化財に指定された。展示は、第1室、資源時代室、第2室、平安京ント前の山城、 第3室、平安のと、中央ホール、星稜殿、第4室、平安文学と生活の部屋、第5室、紫女の部屋に分かれていた。ことに、中央ホールには、平安宮代大理清涼殿の古旗天上五曲の実物、大復元模型が置かれており、平安博物館のシンボルとなっていた。ABC 財団法人古代学協会古代、学協会の紹介。 ありがとうございます。